こんにちは、お久しぶりです。今日は、人工スキンの方に、眉毛一本一本の、ステンシルをしていきます。で、前に腕にねやったんですけど、ちょっと雑だったんで、今回は人工スキンの方でね、綺麗にね写したいなと思います。はい、どうぞ。はい、フェミニンアーチの眉を、この前は腕にあったんですけど、こっちにこの人工スキンの方にやりたいと思います。で、まずこれですね、ボールペンで、なんか下ボコボコならないように引いてもらって、で、ここですね、見て、これピンクなんですけどね、描いていきたいと思います。ここに後ろにねしっかり写ってるので、今は肌にこれコットンあれするんですけど、塗るんですけど、ちょっと人工スキンの方に、ね、塗りますね。で、あんまり塗りすぎたら滲んでしまうんで、ちょっと乾いたコットンの方でよく拭いてもらって、乾かしてから、ここですね、こういう感じで、ちょっと薄すぎた、上のピンクが滲んでしまった、まあ、こんな感じで、はい、つきました。これでちょっと乾かしますね。ずれてた今ね、これ、ビーってやって映ったんですけど、これね、だから肌にするときはコットンを、その濡れた付属品の入ってるコットンをこう塗って、で、結構なんていうかな、濡れすぎたら滲んでしまうんで、乾いたコットンでね、よくこう拭いてもらって、で、よく拭いてから、これをね、拭いて、つける感じで、つけるときちょっとコシコシってこう、こすってもらってね、ちょっと私の場合、ペンをピンクにしたんでしょ、ピッて滲んでしまったんですけど、とりあえずこう、押さえて、やったらこうやって綺麗にね、つきます。はい。乾かします。はい、いかがでしたか。次回は人工スキンの方に、彫っていく作業をしていきます。はい、ご視聴ありがとうございました。